とドーゼルです。はい、ということで本日もこちらドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイの方やっていきたいと思います。さあ、ということで決戦ですかね。ついにやってまいりました。タイジュが完成して、タイジュすごくない？前回のパート見てない方のためにもう一回自慢させてもうめちゃめちゃね、これ何回も登りたくなる、巨大なタイジュなんですけれども、めっちゃ登るの見て、こんなに登ってここが最上階かな。こんな感じですごい高い感じのね、体重になりました。これみんなで作った、体重でございます。で、今から多分ね、ボスバトルなんじゃないかな。なんか、もう一回ね、あのマントヒヒみたいなゴリラがね、襲ってくるんじゃないかなと予想しているんですが、よいしょ。これいいな。このマントもいいですね。オッケー。さあ、ということで戦っていきますか。街ボッコボコにされたらどうしよう。せっかくみんなで一生懸命作った街がボコボコにされると怖いんですが、頑張っていきましょう。いきます。どうする？この気配は間違いない。ヒババンゴの軍勢が攻めてきたみたいだぜ。ははは。向こうから来てくれるとは好都合だ。まずは配下の魔物どもを蹴散らすぞ。あ、いきなりボスではないな。どうだ？戦いの準備はいいか？オッケー。よし。退治の完成の前祝いだ。暴れてやろうぜ、どうする。まあ、ちっちゃい敵にはやられないと思うけど、あ、ちょっといきなり風呂からスタート。お風呂からのスタートでございます。おお、結構いるな、軍勢って。本当に軍勢だ。さあ、後ろに潜って、このちょっとね、あのラリホを唱えてくる魔法使いたちを先にやっつけよう。よいしょ。まあ、雑魚敵はもうだいぶ楽に倒せるかな。苦戦はしないです。相手結構ね、回復薬っていうか薬草が私持ってなくて、さっき作ろうとしたんだけど、薬草の材料がない。おお、いっぱいいる。薬草の材料がないんですよね。危ね、これは逃げとこう。危ね、おお、こういう攻撃か、思い出した。これ結構ね、自分が戦わなくても味方に任せとけばいい説あるからな。味方が強いから。よいしょ。主人公がやられると確かね、あのあれになるんですよね。危ねえ。主人公やられるとゲームオーバーになっちゃうから、味方に戦わせるっていう方法もあるけど。相手 OK。 さあ、あと何回やってくるかな。結構来るな。多くね？敵の数がめっちゃ多いんだが、ドラクエビルダーズ1の時はこんなに大量に来なかったんだ。よいしょ。処理速度が上がったんです。相手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 強い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 。てか敵出てきてない？新しく。あー、眠っちまった。やばいやばいやばい。オッケー。しびれ攻撃とか眠り攻撃とか結構めんどくさいな。でもなんかね、勝手に体力回復してる。そうでもない。そんな食らってないのか。オッケー。さあ、あともう一回。いや、ありました。あ、体力なんか回復してる気がする。なんでだろう。まあいいや。敵をやっつけると回復するみたいなやつなんだっけ。さあ、体力あるなこいつら。敵の体力が凄まじい。あ、これでかいやつらか。なんかゴリラがでかい気がする、めちゃめちゃ。あともう一層来て終わりかな。これなんかラス前な感じしますね。ラストはもっとでかいの来そう。あのでかい骸骨が来そう。オッケー。さあ、お尻ペンペンしとこう。お尻ペンペン。ババコン、あ、やばい、眠っちまった。ババコンガにしか見えないんだけど。あ、やばいやばい、危ない危ない。よいしょ。最近モンハン全然やってないな。なんかモンハンやりたくなってくるな、これ。よいしょ。さあ、みんなでリンチするぜ。よいしょ。オッケー、ラスト。さあ、おヒババンゴ来るか。ヒババンゴ、お、ドズルたちのレベルが上がった。また新しい武器とか開発できるかな。レベルが9になった。最大 HP が上がって、うなずくと、なんか多分武器とかひらめくはず。さあ、鍋の蓋いいね。今まで盾がなかったから鍋の蓋装備しましょう、みんな。さあ、バトルコンプリート。次ヒババンゴ戦かな。 OK、 ハイタッチ。さあ、どうなる。うーむ、今の戦いで農園の一部が破壊されてしまったようだ。しかし我が輩たちはもはやビルダーだ。修復は我が輩たちに任せるがいい。これね、修復してくれるのがマジで嬉しいんですよね。元通りにしてくれるから。いや、さすがでございます。拠点がほぼ元通りになった。ほぼってどういうことだろう。あ、敵が攻めてくるぞって言ってるな。次あれなのかな。次もういきなりヒババンゴ戦、それとも一回体力回復するか。寝ましょう。次もう一回雑魚敵挟む可能性ありますね。
ちょ一晩ひばばんごさんに待ってもらって、ひばばんご優しいからな、待ってくれる。さあ朝になりまして、みんな徹夜で準備運動してたのかな。オッケー、とりあえず鍋の蓋作ろう。この鍋の蓋は自分以外も装備できるのかな。装備させる、ある。あ、装備させるないっすね。あ、自分しか装備できない。オッケー、鍋の蓋装備しました。オッケー、じゃあこれで次の戦いいきますか。ザコどもはぶっ倒した。いよいよヒババン、あ、来た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 、ボス戦です。いよいよヒババンゴの野郎が来上がるみたいだな。やつを倒せば教団を島から追い払えるはずだ。きっと始まりの一葉とやらも手に入る。大樹は家が壊されても我が輩たちが修復する。思う存分戦おうぞ。大樹が壊されても、まあいいやいいや、よしやってやろうぜ。どうする、ヒババンゴをぶちのめす準備はいいか。いきます。初のボス戦かな。この時を待っていた。やつは俺が必ず倒す。こいつらとマギールちゃんのためにもな。やつを倒して島に緑を取り戻すんだ。行くぞドズル。さあヒババンゴ戦。お、音楽がなんか、さあ来るか。ちょっと視界が悪いけど、視界がめちゃめちゃ悪いんだな。いや、なんかすごいマガマガしすぎない。マガマガしいけど視界が悪いから何も見えない。あ、来た来た、でかい、でか、鎖をもたらす大猿。一度壊してやった大樹をここまで作り上げるとはな。これは破壊のしがいがある。今度こそ貴様らに立ち直れぬほどの絶望をくれてやろう。お尻ペンペンしてるけど。くだらないセリフは吐き終わったか。だったらすぐに楽にしてやるぜ。私たちも一緒に戦う。絶対に大樹を守るんだ。うむ、みんな見えてない。うむ、巨大な敵だからとて我が輩たちはひるまぬ。ドズル、シド、共に参ろうぞ。ははは、お前たちよく言った。みんなであいつをぶっ倒すぞ。ガッカッカッカ、面白い。貴様らが作った大樹もろとも破壊神様への生贄にしてくれるわ。破壊神様目の前におるぞ。破壊神指導こっちにおるぞ。拠点を壊そうとしている。え、これやばくない、やばくない、あれは、あのローリングはやばいでしょ。どうやって落とすの、どうやって落とすの。おおおおおお、ちょ待って、ちょ待って待って待って、強い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 、さすがに、あ、さすがに強い。あ、どこ行った。え、あっち行った行った。え、ち、あの図体で何度も転がってこられたらまた体重が壊されてしまう。あれはちっちゃな壁を作ったくらいじゃ防ぎきれない。でかい壁作れってこと。クソ、どうにかしてやつを止める方法を考えない。え、無理じゃね。あ、ちっちゃい、ちっちゃいバンバン出てきた。無理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 、待って待って、でかい壁作るってこと、この隙に。めっちゃ、あ、なんか飛ばし、あ、あ、バナナ、バナナ食った。そういうこと、そんなダジャレ的なやつある。嘘でしょ、このバナナをまさか。嘘でしょ、それはないでしょ、さすがに。バナナをここに置いとけば転がってやられるとか、そんな漫画みたいなこと起きないよね。やってみるか、このあいつが行きそうなところにバナナを。さ、これで引っかかるだろ。マリオカート方式か。ドンキーコング来い。ペンペンやってるな。おい、怪我はないか、ゾズル。あ、バナナ食ってる、バナナ食ってる。ピョーイってして、ち、あの野郎ただでさえ醜いくせに汚い皮を撒き散らしやがって。だがひょっとするとあれを使えば奴の動きを止められるかもしれねえ。ドズル、あの皮、お前のグローブを使ってどうにか利用できない。そんな親切に教えてくれるんだ。さあ来るか来るか来るか、拠点を壊そうとしている。これでまさか嘘でしょピョーンで、あー、転んだ転んだ。これで攻撃か。オッケーオッケー、あ、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い。会心の一撃が食らい続ける。オッケー、みんな行け、みんな行け。え、相当食らうよ。半分、半分まではいかないけど、あ、いた。半分まではいかないけど、めちゃめちゃ食らってた。あ、手下を呼んで、手下もやっぱ来るんだな。ちょっと新しいリサイクル。新しい川と。手下と戦ってるときはあいつバナナ食ってるだけなのか。いい、楽だな。だって、あまりにもボスが弱すぎない。大丈夫。あまりにも頭悪すぎないか、あいつ。さあ、とりあえず、とりあえず、こいつらやっつけて、よいしょ。もっとボス戦ね、めちゃめちゃ苦戦するかと思いきや、いや、まあでもさすがにこれで終わることはないでしょ。さすがにこっからまたなんか一悶着あるはず。こんなバカじゃないでしょ。あ、来た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 。来ましたよ。これで、もう、会心の一撃貯めとこう。さあ、これで、グイーン、あ、どこ行った、あ、そっちから来る。そういうこと、そういうこと。ちょ、待って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 、よいしょ、これで大丈夫か。オッケー、今のフェイクかけてきたな、あいつ。
フェイクもかけれるんだな。さあ、あともう一ターンで終わりかな。あともう一ターンで終わりそう。オッケー。今んとこザコただの。今んとこザコ、あ、普通にここでも攻撃できるんだ。ああ、嫌がる。どっか行った。上で多分あれバナナ食いますね。バナナ食ったら体力回復するとかね。それだとうわ厄介な敵だなってなるけど、今んとこただの雑魚敵より弱いです。手下の方が強いまであるの。あ、いた。さあ手下やっつけて、いいね。手下も結構経験値豊富ですね。さあ今みたいな、さっきみたいな感じで、あれかな、フェイク使ってくるかもしれないからバナナ1列並べておこう。さあ手下やっつけまして、オッケー。これどこに転がってきてもいいように、真ん中は OK、 右もこんな感じで、あ、なんか食ってる、なんか食ってる。おお、毒ガス、毒ガス。え、何これ何これ、何これ、やばいやばいやばい。鎖をもたらすあれだ。あ、これバナナに当てちゃダメ。あぶね、さらに怒り出した。ここからやっぱ本当のボスの力が、うわわわわわ、何こいつ。ゴリラの攻撃じゃないんだけど、確実にゴリラがする攻撃じゃねえこれは。ドラゴンの仕業これ。やばい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 、腐っていく腐っていく腐っていく。さあ早く転がってこい、早く転がってこい。よし、来た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 来ましたね。さあ来るか、どっから来る、どっから来る。右からな気するな、さっき左だったから。さあフェイクで、さあ右からここ、ここいける、ここいける。オッケー。さあいけ。あ、フェイク、左ここ大丈夫、ここ大丈夫。オッケー、まっすぐ来い、まっすぐ来い。来るか来るか、来たー。オッケー、やりました。これもう終わりでしょ、これはもうさすがに終わりのはず。さあガンガン行こう。え、みんな来て、みんな来て、遅い、みんな足がみんな遅いんだな、駆けつけるのが。さあラスト決めきろ。オッケー、やった。これ第2段階とかないよね、第2形態みたいな。やられた、ヒババンゴザコだったなやりました、やりきりました。オッケー、だ。しかも一波落としましたね、始まりの一波。始まりの一波で体樹が完成します、多分。よし、みんなやりきったぞ。これ多分オッケー。バナナがなかったら負けてたな。ははは、やったな。どうする、ヒババンゴの野郎をぶっ倒したぞ。ところでどうする、さっき掲げてたチャチな葉っぱはなんだ。ドハハ、二人とも話は後でゆっくりとするがいい。まずは我が輩たちが壊れた建物を修復するぞ。ちゃんと修復してくれるからな、ありがてえ。さあ元通りになって、さあ話聞いていくか。みんな集合、ヒババンゴやっつけたぞ、みんな。さあ、アラレちゃんがなんか言ってるな。ドスルさん、ヒババンゴやっつけてくれてありがとうございます。ミミズンさんが言ってた通り、始まりの一葉が手に入りましたね。これで風の手術口を作れます。ドズルさん、はい、これ何、あ、キャベツと小麦とキビとトマト、これ材料ですね。え、かぼちゃ3つ、風の雫の素材の一部です。必ず必要になると思って取っておきました。さあドズルさん、まずは作業台で風の雫を作ってください。これでついに体樹が完成するわけか。作るぞ。 OK、 おお、こんなすごい。さあできました。これで、さあ、あ、来た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 。これでみんなトイレにめっちゃ並んでるけど。わー、ドズルさん、ついに風の雫ができたんですね。ようやくできたか。始まりの人の他にも、いろんな素材が必要だったみたいだな。キャベツに小麦、キビにトマト、そしてカボチャか。はい、マギエルちゃんやみんなで作り上げた5種類の作物です。島を彩る作物、名薬によって守られた花々、この島の恵みが大樹を完成させるんです。さあドズルさん、風の雫を目印の場所に掲げてください。行くか。これで大樹が完成して、このモンゾーラ編はラストかな、おそらく。さあこれ登っていくぜ。この一番多分頂上に始まりの一葉をね、ガチャンってはめる感じかな。ここですね、行きます。使うボタンあるな。使う、行ったか。さあこれでさらに大きい木になるとか、さすがに。おお、なった、すげえ。おお、見て、すげえ、葉っぱがなった。やる。え、これ変わらず登れるのかな。
さあ、あ、大地にももう花がめっちゃ普通に、なんか伝説の花みたいな花がわざわざ取りに行った伝説の花が普通にそこら辺に雑草として生えている。モンゾーラに緑が戻った。よっしゃー、完全制覇。あ、この音楽もいいですね。この音楽あれを思い出すわ、ドラクエのカジノで大当たりした時。若きビルダーよ、私をモンゾーラの新たな大樹として完成させてくれたんですね。これ大樹が喋ってますね。これで悪しき風はやみ、島に恵みの風が吹くでしょう。ドズルよ、あなたのものづくりに感謝します。ウケる、みんな興奮してる。いや、そうでもないか、こいつだけか。ドズルさん見てください、島に緑がこんなに。大樹が完成した夜、人々の手でささやかな宴が開かれた。みんなかつての、島民たちに思いを馳せながら新たな大樹を見上げ頬を濡らした。そんな人々の濡れた頬を撫でたのは大樹から吹いた一陣の優しい風であった。このね、このなんか語り口調のやつは、まあ、ドラクエらしい感じでいいですよね。そして夜が明けた。これがやっぱドラクエって感じするよな。今日は別れの時か、まさかの。ふふ、ドズルさん、昨日は遅くまで盛り上がりましたね。ドズルさんのおかげで新しい大樹が出来上がりました。俺たちも手伝いはしたっすけど、やっぱり大樹ができたのはドズルさんがいたからっす。まさかあんたみたいなほんわかした顔のビルダーがこんなすごいことしちゃうなんてね。これできっとモンゾーラはかつての島の恵みの島に戻ります。今度こそ私の夢が叶いました。夢か、なんとなく分かった気がするぜ。どんなにあがいても形にしたいもの、それが夢ってやつなんだろ。ダハハハ、その通りだ、シド。そして我が輩の夢は蝶々になることだ。この夢は絶対に譲れんぞ。お前、蝶々になりたいって言ったり、あの、私の島に来たいって言ったり、いろいろ言うな。ドズルさん、今まで本当にありがとうございました。あなたに出会えて最高のものづくりができましたよ。あ、まだなんかあるか。ドズルさん、シドウさん、大樹も完成して、教団も追い出せましたけど、大切なことを忘れていませんか。そうです、お二人はそもそも一緒に緑を作り、一緒に、二人の島を開拓する仲間を探しに来たんですよね。そうだった、早く仲間を連れてルルのところに帰ってやらなきゃ。どうやらお二人と一緒に空っぽ島に行きたい人がたくさんいるみたいです。どうか皆さんと話してきてください。あ、なるほどね。あ、全員と話すの、全員来るってなったらすごいよそれ。まあでも残るやつもいるだろうな、多分。なんか流れ的にはちょっと一番上まで行っていいですか。一番上まで行ったら、ああ、落ちちゃった。で、どんな感じになってるんだろう。あ、こういう感じか。で、緑の葉っぱがすごいな、これすごいですね。ほら、木の中が空洞っていう新しい。さあ、じゃあちょっとみんなと話すか。さあ、お前ヒースはどうだ。おう、ドズル殿、見てください、この美しい緑を。すべてあなたのおかげです。私はあなたを異教徒と罵ったあの日の自分を恥じ入れます。あなたこそ島の救い主だ。ドズル殿、あなたがご自身の、島に帰るのは知っています。私もぜひお供したい。お、仲間になるか。しかし、あなたが作ってくれた農園を守っていくのもビルダー教の信者としての務め。いつか空っぽ島にお手紙を出します。私のこと忘れないでくださいね。あ、来ないんだこいつは。ジバコは、ジバコ個人的に来てほしいな。ヤッホー、ドズル、ヒバ番号もバッチリやっつけたし、新しい体重もめちゃめちゃいい感じだね。それであんた自慢の島に帰っちゃうわけ。これだけのものを作っておきながら。ドズルがいないなんてなんかつまんないしさ、私もあんたの島に連れてってくんない。お、来るか。オッケーオッケーオッケー、いい絵もできるんだ。キャー、ありがとうドズル、これからもまだまだよろしくね。私、白爺っていう大木槌に会うのも、楽しみにしてるんだ。島に着いたら紹介してよね。あ、こいつは仲間になると。これいい絵にしたら本当についてこないのかな。こいつはドルトン、ドズル、このモンゾーラに緑を取り戻してくれたこと改めて礼を申すぞ。ダハハ、そろそろお主の空っぽ島に帰る頃合いか。てん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 、まさかお主、父であり兄であり時に母である我が輩を連れて行かぬなどと言わぬだろうな。えい、一応尋ねる、我が輩をお主の妻に島に連れてってくれるな。あー、こいつ、まあ連れて行きましょう、こいつキャラいいし。いい絵を誰かで押したいけどな。ドハハ、そうであろうそうであろう、我が輩としたことが史上最大の愚問であった。さあさあ、どうする、我が輩をうずうずしておる、すぐにでもお主の島を共に改革したい。ドハハ、あとはお主の島の象徴的な存在にしてくれると、いうことはないぞ。なるほどなるほど。ミミズンはね、来ない気が、あ、いや、来るか、こいついないとだって土耕せないもんな。ミミミ、ドズル、君のおかげで僕の夢も叶えられたよ。島に緑や木々を取り戻せたんだ。そして僕は大ミミズを超えた超ミミズになれた、ミミズ界のスーパーエリートだよ。エリートミミズ、
本当にありがとうね。僕ドズルにはいくらうねうねしてもうねりたいな。うねうねが感謝の印なんだ。そうだ、ドズルは、空っぽ島ってところに緑を作りたいんでしょ。そのための仲間を探しに来たって。僕ドズルと一緒に行くよ。空っぽ島に僕も連れてって。はいだな、こいつはもう絶対必要だ。みみみ、そうこなくっちゃ。超ミミズの僕が君の島でもうねうね緑を作るよ。さあやるぞ。空っぽ島に僕という名のうねりをもたらそう。あいつびっくりする、ルルびっくりするだろうな、いきなり。あ、ボンジルはボンジル、ボンジル、ボンジルだ。わわ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 、くん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 、おいおい、なんだこいつ、ずいぶん悲しそうな目だな。ち、こんな目をされたら俺まで悲しくなってくるぜ。あれ、こいつついていくのかな、どうなんだろう。改めてですが、この島に、緑と平和をもたらしてくれたこと感謝いたします。ドズル様とシドウ様はこれからご自身の島に帰られるんでしょ。うんたらかんたら。あ、この島でやりたいことがあるって、ソフィーは。モンゾーラは昔モンゾーラ小麦で作るパンが有名でした。私はこの島で、パンの香りを満たしたい。いつの日か空っぽ島にお便りします。妹のことをどうかよろしくお願いします。あ、妹は来るんだ。まだ妹から聞いてねえぞ。お前ネタバレしたな、ネタバレしやがったあやつ。まあいいや、ちょっと一人ずつ聞いていこう。ドズルさん、おかげさまで島に緑が戻ったっす。これで、この島もまた恵みの島になるっすよ。ところで2人とも空っぽ島ってところに帰っちゃうって本当なんすか。俺、お二人とお別れなんて嫌っすよ。もっともっと一緒にものづくりをしたいっす。ドズルさん、一生のお願いっす。俺も一緒に空っぽ島に連れてってくれないっすか。オッケー、やったーっす。俺とドズルさんとシドウさんの3人はモンゾーラの仲良し3人組っすもんね。お前圧倒的モブキャラに近いけどな。ん？いつからそんなことになったんだ。勝手に決めつけるんじゃない。へえ、ごめんなさいっす、調子乗ったっす。だが安心しろポンペ、お前は俺とドズルとルールで、大切にこき使ってやるからな。うひょ、望むところっす。俺ドズルさんへの恩返しのためにも空っぽ島でバリバリ働くっすよ。そうそう、ドズルさん、一応言っておくんすけど、このモンゾーラには船でいつでも帰ってくれると思うっす。空っぽ島の開拓に使う素材は今無理して持っていかなくても平気っす。この島の建物を壊さないでほしいっす。それに俺たちがこの日のために用意していた素材を、あ、素材用意してくれてるんだ。素材は島に着いたら渡すから、楽しみに待ってくださいっす。オッケーオッケー。あと話してないのは妹か。妹、せっかくここに家作ってあげたんだ、部屋を。ねえねえドズル、あなたは感じる？この方を撫でる清々しい風を。胎児ができる前はこんな風感じたことなかったわ。これも全部ドズルのおかげね。ねえねえドズル、私と話したこと覚えてる？私も私の島に、あなたの島に行きたいって。ねえドズル、私もあなたの島に連れてってくれるでしょ。まあじゃあ連れて行こう。やった、そうこなくっちゃ。これで決まりね。私モンゾーラの未来のためにもドズルの島に留学してしっかりものづくりを学びたいの。優秀か。別にドズルとバイバイしたくないから一緒に行くわけじゃないんだからね。ツンデレも習得している。さあみんなさ話しました。あの妹優秀だな。留学っていう言葉がまず知らないから。ドズルさん、島のみんなと話してきたんですね。知ったようなことを言うようですが、出会いがあれば別れもあります。気持ちを切り替えて島に帰ってくださいね。私はやっぱり行けます。あ、チャコ来ないんだ。残るのか。やっぱこの島に残って農園を守っていかないと。まあそうだわな。何、本気なのかチャコ。なんちゃって。あ、行くんかい。すいません、師匠の真似をしてしまいました。私もドズルさんと一緒に行きます。来るんかい。モンゾーラには大樹があり、ハーゴン教団からも解放されました。これからは平和の中で発展していくはずです。だから私はドズルさんと一緒に行きます。もっともっと一緒に物を作りたいんです。これからもずっとずっとよろしくお願いします。オッケー。さあ合計何人来るんだろう。5人ぐらい来るかな。話がまとまったのはいいが、空っぽ島に帰るには船長の野郎を待たなきゃな。あの野郎、お抱え船長になるなんて言っておきながらどこをうろついてやがるんだ。ドズル殿、シノ殿、どうした。あ、船着き場に船が来ています。この上なく怪しげなターバンの男がお二人を呼んでいますよ。うわ、それって例の船長さんなんじゃ。なんてタイミングがいい、なんていいタイミングでしょうか。みんなで船着き場まで行ってみましょう。オッケー、じゃあ行くか。もうこことはお別れか。見納めですね。いやー、なんかちょっと寂しいな。せっかく作ったこのモンゾーラの街も多分帰ってくることもなかなかないでしょう。いやー寂しいけど、まあ仕方ねえなこれは。ちょっと種持っていきますか。おそらくあっちでも種必要になってくる気配がするから、何個か種持っていきましょう。まあ、全部持っていっちゃったらこの島があれになっちゃうから、よいしょ、ちょっとだけね。
いやーでもなんか寂しいな、せっかく頑張ってここ作ったからなんか寂しい気持ちでいっぱいになるな。さあかぼちゃも OK、 これぐらいあればいいだろう。でトマト、よし行きますか。いや船着き場にレッツゴー。あこいつらもうあれか、村に来るやつは、あ来てる来てる来てる。今回は 1,2,3,4,5 人新しくついてくるのかな。船着き場どこだったっけ。船着き場はこれか。さあ怪しい船長と一緒に戻るか。ついについに戻りの時か。うわドズルさん、シドさん、ちょうど探しに行こうと思ってたとこでやす。ひょっとしてこの方たちが一緒に空っぽ島を開拓する仲間でやすか。はい船長さん、これからお世話になります。いやはや随分集めたもんでやすな。すごいでやすよドズルさん。さあルルさんも待ってるでやす。みんなで空っぽ島に帰るとしやすよ。ワンワンワンオン。あボンジュール、ボンジュール、あボンジュール残るの。ドズルさん、皆さんもう行かれるのですね。どうかお見送りさせてください。誰もいないところにテロップが。あーみんな残るのか。ドズルさん、改めてにはなりますが今まで本当にありがとうございました。これからの島のことはどうか我々に任せてください。ドズル殿の負けぬ、ものづくりをしていきます。ワンワンワンオン。リズ、ドズル様と、シドウ様の言いつけをよく聞いてわがままを言ってはダメよ。え何言ってるのお姉ちゃん、私がドズルとシドウの面倒を見に行くんじゃない。ちっちゃい子だけど頼りがいあるの。ドハハ、では参ろうぞドズル、早くお主の島を見せてくれ。皆さんさようなら、きっとまた遊びに来てください。どうかどうかお元気で。さあさあ船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。あーボンジル、ボンジルお別れか。じゃあな、じゃあなみんな。あゴーストもちゃんと来てる。さらばじゃ。さあこれで新たなまた旅の始まりかな。かくしてモンゾーラでの冒険は終わりを告げた。ドズルとシドウは新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。さあこれで久しぶりですね。いつぶりだろう。もう一番最初に来て以来もう来てないですからね。ずっとモンゾーラ島にいた気分。さあ久しぶりの空っぽ島です。ああ来ました。あこんな感じだったっけ。マジでなんもないな。さすが空っぽ島、みんなびっくりして帰りたくなるなよ。保管用の袋を、ああこれ預けたやつね。ドズル、シドウ、ああ来た来た来た。久しぶりのおてんば娘ルール、お帰りなさい。やって帰ってきたのねルル、待ってたんだから。それでこの島の、緑で豊かにする方法は見つかった。もしかしてこの人たちがそのための仲間なの。ルルさんですね、私たちモンゾーラという島から来ました。今日からここでお世話になります。うっひょー、ここが噂の空っぽ島っすか。なんだかワクワクするっすね。それで大丈夫だったかルル、白爺のやつに変な真似されなかったか。うふ、あのおじいちゃんいざとなると頼りになるの。おかげでルル島のことに詳しくなっちゃったわ。なんかルルの性格が良くなった気がする。ドハハ、噂の白い大きずじ殿だな。まずはその御仁に挨拶せねばならない。何よそのひげ、あのこのひげは随分とうさんくさいひげだけど。おっとドズルさん、うっかり忘れてたでやす。なになに、おなんだこれ、これはポストってやつでやす。こいつがありゃ他の島から手紙が届くかもしれないでやすよ。わ素敵じゃない、きっとモンゾーラのお姉ちゃんがお手紙を送ってくれるわ。ポストに手紙が届いたらドズルさんにお知らせするでやす。楽しみにしてるでやすよ。わこれポスト楽しみだな、モンゾーラから手紙が来るの。ではドズル、山頂にいるという白ジードのところに一言挨拶に行かせてくれ。じゃ一旦今日ここで終わりますか。あのモンゾーラ編が終わったっていうところで、また次はここの、空っぽ島での開拓が始まるっていうパートになるのかな、それともまた新しい島に行かなきゃいけなくなるのかな、まあ、そこもねあの楽しみにしつつ、一旦モンゾーラ編、終了と、言ったところで、じゃあ本日の動画終わりたいと思います。あのドラゴンクエストビルダーズはね毎日1本、上げているんですけれども、これからもね、続けていく予定ですので、ぜひとも、毎日、見ていただけると、寝る前とかにね、見ていただけると幸いでございます。あの昨日の動画もね見てない方はぜひ、見てみてください。パート1から今パート10何まで来てるかな。いい感じに、このペースだとねパート40か50ぐらいまで行くんじゃないみたいに言われてるんだけど、まああのぼちぼちゆっくりやっていきましょう、マイペースに。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。